あ、強いわ自分でヘイトが来たときやばいわこれ強いわこれなるほど。ダムモンが聞こえた瞬間ウルトレ飛んで味方についていってもらえば、多分上取れるキャラクター多かったから、あーまあそうだね、うん、それかあとパスファインダーの方がウルトを焚いてくれたらぐらいだけど、まあ無理だよな。そうね、やっぱやれることって言ったら上だな。あそこで上飛ばなかった時点でダメだったかもしれない。ストフォナーそういうアンチ多いからな。お、敵がいないようですね、素晴らしい。そうそうそう、でもね俺わかるんだよ、多分ニューキャッスルを使えという意味なんだと思うんだよね、俺が思うに。ニューキャッスルウルトで頑張れっていう体力750っていうものを使ってワンチャンかけて頑張りなーっていう可能性が、うん、対面時は絶対無理だな。リピーターとかとは違うわ。対面に使うとランページゴリゴリ削られるわ。あ、いやどうなんだろう、使うタイミングが難しいな。使っていい気がするな。ちょっと、だから単発打ちするのが大事かもしれない。弾速を見極めなければ。強よ。強よ。最強すぎんだけど、ビビるぐらい強い。強いよ最強すぎなんだけど、どうなってんだよこれ、おかしいぞ、最強すぎるわ。うますんに。あー、いや俺さランページだと思ってたんだけどさ、これ分かったわ、多分弾速ってすごく大事だわ。多分これリピーターの方が強いかもな。うん、ランペリピーターの順番な気がしてきた。やりすんにボコボコです。いや、どうなんだろう、待って、ちょっと考えてみる。ね、むずいな、状況が。え、むずいな、ちょっと待ってね。どういう状況、横やりの時に使うとして、うわ、迷うどっちも強いな。とりあえずボコボコにしてやったから、なんか。でもね、なんだろう、G7 は、まあ、ちょっと威力に減っちゃったじゃないですか。なんかその結果、リピーターの強くなっちゃったんですよ。しかもダブルタップが必要ってのもなかなかあれだし、しかもダブルタップをつけてまでっていうあれだし、っていうね、なんか悲しいことに。いろいろ考えてるとリピーターで、すいません、何ページ、なんであんなきついんだろう。何が、すっげえ当てずれんだよな。なんでなんだろう。あと、衝突判定 0.1 っていうさ、まあ、素晴らしいものを持ってるはずなんですよ。エルスターの3倍でかいのかな、今のエルスターの3倍弾のサイズでかいはずなんだけど、脳が当てずれんだよな。弾速がやっぱ、ものすごい影響してるのかな。それとも慣れ？リピーターと、あれって同じぐらいなのかな。キルタイムが気になるわ、キルタイム。いや、でもなぁ。いや、多分使い方が違うんだろうな。リピーターと比較してんのが問題なんだな。多分ランページはランページみたいな使い方をしないといけないんだけど、それを分かってない説があるな。ちょっと、やっぱ練習だな。うん、研究しよう。ランページ。1040ダメージって、援護武器としたら多分もう最強なんだよ。多分だから使い方を俺は覚えなくてはならない。あ、こいつこいつ。ちょっとこいつ使おう。よいしょ。今ね、チャージライフル、また後で使うからな。ちょっと俺はランページの使い方を考えなくてはならない。標準ストックもらおうかな。ナイスー。バレルねえかな、バレル。バレルくんは、ナスー。今の場面でね、当てられるっていうのも結構魅力的。うん、だ対面時に、いや、さっきのあれか、打ち合いっていうか、なんなら、あれだったからかな。コーチングのヘイトが来てるとき、コーチングのヘイトが来てるとき、スコアボード全体を見てあれを残すっていうのがすごい勉強になった。いいですね。あれ、マジで、やってる人少ないんですけど、あれ、マジで強いっす、あれ。やばいですね。こうやって見ることによって、わかります？俺の方向いてないわって言って打てるんですよ。これが強いっすね、マジで、やっぱり。あー、強いな、やっぱ、ランページ。いいな。こんにちはー。一回見ないとね、どういう状況か分かんないんですよね、ぶっちゃけ。
あ、強いわ自分にヘイトが来てないときやばいわこれ強いわこれなるほどなるほどなるほど、わかった、使い方わかったわヘイト管理が大事だこれ、わかったわかった、強すぎるわかったわかった、完全に対面時に使うんじゃねえんだわ。で対面時も 1V1 だったら勝てるわ理解してしまった。しかもフォルデターの方だ刺さるぞランペイに、気づいてしまった、すえもう全然もう分かっちまったよ。あ、これ欲しいな、ランペイジ無双だわ。あ、分かっちまった、待って、バレル多分持ってるやついるな、ネメシス確か使ってたから多分持ってんな、使おうと。こいつか、なんかね光ってるやつをね全部押せっていうのをね見たんだよね、それを今練習中。アイテムがこうやって見た時に上から順にこう見てって光ってるやつを全部押すみたいな。俺アイテムがさ拾いねえからさ、多分これができたら多分俺最強になるんだよね。多分戦闘中はまあまあスワップの時だけパッてやってみたいな、で倒し終わったらそうやってゆっくり漁っていいんじゃねって思うわ。そうそうそう、で連打することにしてる、連打分かっちまったな、そういうことだ。だからこういう打ち合い OK、 だからもうほんとスナイパーと同じだね、スナイパーと同じなんだけどみたいな。あ、光ってるとあの暗いやつってさ拾えないやつだじゃないですか、あの拾えるやつ全部拾うってことですね、つまりとりあえず全拾い、そうすれば俺がヘルメット忘れとるとかなんかそういうのがなくなるから、もう連打っすね、連打まああれっすね、あの一応ランを見て玉より下を全部漁る感じかな、イメージは。特にニューキャスラーノックダウンシールドとヘルメ欲しいしね、せっかく鉄壁だから。いや、おでこ出しが輝くぜランページ。こんなもんでいいな。ランポッポ様、ティア2サブスクありがとうございます。13ヶ月目ですね、ありがとうございます。ついに1年と1ヶ月ということでとんでもねえことが起こっております、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、感謝ですね、ナイサブです、ありがとうございます。ゴリ押しで殺してやろうと思ったのにくそ、惜しい、やはり最強っすね。ナイス、強い、シールドはここにあるなかった、いや他のやつが持ってるかもしれん、見よう、ない、作ろう、あ、こいつ持ってたわ、どうしようかな、やす、いやさすがにいらねえな、いなさそうですね。あれ、ランページ最強じゃん。しかもフルオートで当たるわ。刀ショートがびっくりした。実際そうだよな。こう行くとさ、死んじゃうんだよね、どうしても。一回チラ見して、こうやった方が、この、たかが 0.1 秒ぐらいのこのワンクッションで、ボコボコにできるんですよね。マジ大事。こうやって出るとさ、相手からするとさ、すっげえゆっくり出てきてるに見えちゃうからね。チラってやられると、相手からすると腹立つことだから、強えんだよな。リピーターよりランペかなーってなってます今。あのフルオートで打てるんで、まあ当たんないですけど今のは単発で打つべき場所だったな、いけると思ったけど。ゆっくり打てばいいんか、ワンチャン単発。分かったぞこれ、早く打ちすぎて多分リコイルあるんだ思った、分かってしまったわ。もっとゆっくりちゃいいんだ。タンタンタンぐらい。ほら。ほら、相手うざいっしょ、これ。これもう相手超うざいっしょ。もうこんなもんでいい。弾が多い。1040ダメージはやばいな。1040ダメージ。最強すぎる。弾が多いぜ。死ね。なぬ。ありがとうございます。うん。ゆっくりすんだな、ゆっくり。おい。おい。いいね。フォローありがとうございます。わかってしまった。26ダメージっていうのをフル活用して、超ゆっくり打つ。おい。おい、もうしたら相手セルと1ダメージ食らってるから、セル分と。あ、もう最強だわ。なんで俺がリピーターじゃなくてこっち選んでるかっていうと、まあ、リピーターね、リロード早いとはいえ、まあ、リロード必要なんですよ。
そう、どうしても。結局やっぱリロードすることには変わりないんで、だったらこうやってチュン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 やったらいいかな、みたいな。ディスティリピーターになるランペ最強か？こんばんは、本日も配信ありがとうございます。感謝です。相手もランペイですかいだ。来た。ナイス。オッケー。弾数多すぎる。やべえ。おもれ。こいつ出てくんの。やばー、こいつやば、出てきすぎだろ。あーごめん、死んじゃった、許してちょんまげ。頼む、相手気づくな。頼む、気づかないでくれ。なんか来ねえ、ありがてえ。そんな来るか。いや、やっぱこういう円形のやつって弱いな。下がりきれねえ。危ねえ、ビビった。ビ、いや、そんな来るか、すごいな。うん、強気のゴンゲみたいな。あ、ゆっくり打ったら当たる。すごい、感動してるわ。いや、ネメシスもやべえけど、あいつのメンタルもすごすぎだな。ちょっと感動しちゃったよ。あー、こうだからこうだな。ちょっと。あっ、登れなかった、クソ。もう落ちて、行けよん、どっか行け、この野郎。落としてやったわ。落とした、落とした。あれ、どっか行ったぞ、これ。あ、いたいたいた。ナイス。今のやば、溶けた。今のはね、リピーターじゃ無理だ、絶対ね。ランページだったらいいけど、今ホラフルトぶっ壊しちゃった。だから全員外に叩き落としてやったわ。バケモン。ランページ最強だ、これ。分かっちまった、使い方。ジュジューめっちゃ強え。ナイスー。いや、危なかった、カタリスト良かったわ。ヒデミール様、200ビッツ。ありがとうございます。ナイスちゃーん。ジュジュー。味方も最高だったな。ナイス。リュウチャンマル様、200ビッツ。ありがとうございます。ナイスー。いやー、素晴らしいですね。ジュー、ナイスビッツです。ありがとうございます。ちょっと今のはね、やばい。ヘッドショットに、デン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 つって、チーターみてえな、溶け方したんだけど。やばすぎる。フォローありがとうございます。だから、これは当たんないってところは、超ゆっくり打つ。で、本当にリコイルを一切感じないように打つのが強いね。キルタイムは多分 2.5 秒とかになっちゃうんだけど、でも40発打てるから、それで十分だな。で、近づいてきて、なおかつヘイトが向いてなかったら、もうダダ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 って打ってれば OK だね。わかっちまったわ。フォローありがとうございます。ランページゲーだったか、このゲーム。チマ様、100ビッツ。ありがとうございます。ルルー。マジスピハの足だね。これやばいな。あ、これランページマジでありだな。多分これ安定するわ。強い。普通に強い。もうちょい練習しよう。チャライはね、最強なんだけど、結局。だけど、ちょっとランページもう一回使おう。練習になるわ。今の溶け方、気持ちよすぎたな。テルミットはね、使いたいんだけど、っていう、なんかさ、拘束されるじゃん。キュイーンって。それはいいかなって思ってる。